はい、皆様こんにちは、キースジャガーです。2020年2月28日金曜日11時31分です。こんにちは。現在関西空港の貨物区域、国際貨物の中からお届けしております。今回の動画は、関西空港からの帰り道、阪神高速4号湾岸線で大阪に帰ります。まあ行き死の動画もあるんですけれども、帰りもまた大阪まで全部はやりません。泉大津ぐらいで動画を終わらせていただきますので、およそ30分弱の動画になるかと思います。よろしくお願いします。関空はね、国際空港やから珍しい飛行機いっぱい見れて面白いですよね。大阪空港やとね、国内線ばっかりやから見慣れたやつばっかりなんですけど、少々お待ちください。ちょっと黙ります。関西空港の警察と税関とございます。右手が空港本体で、左手が海ですね。しばらくあと4キロか5キロ走らないと阪神高速に出ません。連絡橋、市内と書いてる方ですね、こちらの方で、大阪方面、和歌山方面に行くことができます。およそ700メートル先、有料道路入り口です。関西空港連絡橋と呼ばれてる部分がスカイゲートブリッジ R という名前みたいですね。正式名称、R が何の R なんだかわからないんですけれども、レボリューションか、何やろレボリューションではなさそうですけど。およそ300メートル先、有料道路入り口です。スカイゲートブリッジも以前台風の時に大型タンカーがぶつかって橋が壊れてしまって、半年だか1年だかかなり長いこと道路通行止めというか修理に時間がかかっておりました。片側通行みたいな感じで利用してたんですけれどもね、今現在はもう完全に復活してます。完全に復活してからも半年1年経ってるかもしれんけれども、制限速度60キロですね。片側3車線の道路、
真ん中にあの電車が走ってるんですよ。お車で来るっていうよりは、まあ電車使える方は電車で来た方が安かったり便利やったりするかもしれませんね。乗用車も別に道路混むわけじゃないんですけどね。お金がだいぶかかると思います。はい、ここから先はあの阪神高速になりますので、制限速度80キロです。スカイゲートブリッジ R 長さ 3750m とございました。 3750m 制限速度80キロです。関西空港 の、 あの空港はもうこれで終わりです。ここから先はあの阪神高速になります。まあなりますというかまだならないんですけどね。これまっすぐ行きますと関空道このまま続きます。関空道このまままっすぐ行きますと、あの泉佐野ジャンクションっていうのがございます。泉佐野ジャンクションから阪和道に入れます。阪和道であの大阪、まあ、松原方面行くもよし、和歌山の方に向かって走るもよしということで、まあ、山の中まで入っていきますと阪和道に接続します。このままで、今回泉佐野ジャンクションまで行きません。臨空ジャンクションというところから阪神高速4号湾岸線の方に入ります。4号の湾岸線、早いね。カモメ80キロぐらい出てるんちゃうかな。あいつ早いな。およそ2キロ先、分岐を左方向です。だいぶじゃないか。私の車よりもカモメの方が早いわ。制限速度80キロの道路なんですけどね、カモメがあんなにスピード出ると思わんかったですわ。佐野の臨空タウンっていうんですかね、見えてまいりましたね。だいぶ近づいてまいりました。あと 1.4 キロほどですかね。臨空ジャンクションまであと 1.2 キロです。はい、あと1キロほどで分岐がありますけれども、まっすぐ行きますと泉佐野ジャンクションから阪和道、そして左の方にそれますと、阪神高速4号湾岸線大阪方面、神戸方面行きです。制限速度は引き続き80キロなんですが、一度すぐに料金所がありますので、本線料金所がね、その手前で一回60キロに落ちて40キロに落ちてということになると思います。の方に臨空タウン の、 観覧車とかも見えてまいりました。はい、こちらが臨空ジャンクション。この右側2車線が関空道、引き続き関空道なんですが、この一番左車線のみ、はい、看板見えてまいりました。4号の湾岸線大阪神戸方面行き、阪神高速ここからとなってます。ちょっとねカーブしてすぐに合流がありますので、制限速度今60キロとなっております。この先合流があります、注意してください。料金所超えるまでは60キロかなかもしれないですね。はい、泉佐野ジャンクション阪和道の方から来る車がこの右から合流してまいります。制限速度60キロのままです。現在時刻11時40分です。阪神高速4号湾岸線スタート地点ですね。阪神高速4号湾岸線は
南の端っこ、スタート地点はビッグジャンクションからです。ジャンクションから今合流して入ってきて、一発目これ料金所、泉佐野南料金所です。泉佐野料金所と書いてる。佐野南の入り口から合流するのがこの左手から入ってくる。まもなく料金所です。泉佐野南インターを越えました。泉佐野本線料金所。はい、ここから制限速度80キロです。なんですけどね、入り口があったかどうか、あ、ありますね。左から登ってまいります。 あそこが泉佐野の北の入り口になりますね。もうすぐ合流があります。結構ね、信号のタイミングで結構登ってくるんですよ、続けざまに。上がってくる車もトラックばかりなので、まあ乗用車の方は右にかわされてもいいかもしれません。私の車はちょっとね、あのスピード出せないので左走りますけどね。はい、泉佐野北入り口です。出口はございません。泉佐野北入り口、制限速度80キロ、11時43分です。阪神高速4号湾岸線大阪神戸方面行きです。の北を越えました。錦の浜公園まもなくで貝塚市に入っていきます。帰り道やと、あの錦の浜公園、あの砂浜がちょっと見えますね。カメラでも見えるんじゃないでしょうか。海水浴場になってます。すごくちっちゃい海水浴場なんですけどもね、まあ、夏場地元の方は取り寄されるのかなみたいな。私もかなり遠いんですけれどもね、うちからだと。一回どんなところかなって試しに、あの一回だけ20代の頃に海水浴行ったことありますけれども、後にも先にも一回しか来てません、ね、で錦の浜の海水浴場の上、錦の浜公園かな、越えますともう間もなく貝塚の出口がございます。貝塚入り口もあると思うんですけどね、多分ね。まず貝塚出口です。11時44分、だいたい私の車の、ペース、このスピードのペースですと、あの 1km 進むのにだいたい1分ぐらいで進みます。あのスピード上げたり下げたりしなければね。まあ、3分経ったら 3km ぐらい走ってきたかなみたいな、そういうことで、あの時間読みしております。貝塚入り口がもう間もなく左から合流してくるかと思います。貝塚は出口と入り口と両方ございますので、貝塚インターというふうにお伝えしておきます。私の動画では、あの出口しかないとかいうところはインターと呼びません。
ちょっと区別してます。ちょっとややこしくなるんで。この先合流があります。はい、貝塚インターの入り口です。貝塚インター入り口11時46分です。まあ、出口で44分、入り口で46分なので2キロぐらいあったかなと思います。今の距離でね。阪神高速4号湾岸線大阪神戸方面行き北向きに走っております。制限速度80キロです。貝塚インターを越えて入り口越えますともうしばらく間もなくです。岸和田南の出口です。岸和田南出口同じく11時46分47分になりました。1キロあるかなっていうぐらいの距離感ですね。おそらくね2キロはなかったんじゃないかなと思います。岸和田南の出口を越えて岸和田南は入り口もあるか。岸和田南も入り口があるようでしたら岸和田南も岸和田南インターとお伝えしていきます。おそらくありますね。もうあと1キロくらい走ったら交流するかな。1キロもないか。あと500メーターくらいですね。左手に見えておりますのが岸和田の漁港です。 漁港に御用の方って言ってあんまり御用ないかもしれませんが、マリーナとか漁港があるんですけど、岸和田南でご利用ください。岸和田南インター入り口です。11時48分、岸和田大橋やったかな、450m ぐらいだと思いますけれども、とか看板あったかな、見逃したかな。まあいいでしょう。まあ すぐ下一般道岸和田カンカンベイサイドモールっていうのがすぐ近くにありますね。多分ね演歌歌手の方とかがコンサートとかされてると思いますけどね。港の名前阪南港って書いてますね。読み方合ってんのかな。春木川っていうのが流れてますね。岸和田市はどこが一番大きいんやろ。春木が一番でかいんかな。地元でも何でもないのでよく知らないんですけども、春木っていう町はこれでかいと思いますよ。だいぶ岸和田北出口、岸和田北もね入り口あったかと思うんですけれどもね、ちょっとうろ覚えなんでこのまま行ってみましょうか。はい、岸和田北出口です。11時50分です。左から合流ありますね。岸和田北インター入り口です。この先合流があります。注意してください。乗って使ってるんですけれどもね、
しばらく来ないと全部うろ覚えになるんで、一応確認してからお伝えしてるんですけど、岸和田北インター入り口11時51分です。阪神高速4号湾岸線大阪神戸方面行き北向きになります。制限速度80キロです。岸和田を北を越えますと、もうそろそろ忠岡町に入るのかな。忠岡町、あ、もう忠岡は越えてるか。この左手に見えとる海が忠岡港になります。はい、もうここ港渡ってすぐ、もうここ泉大津に入りました。泉大津市です。忠岡町ちっちゃいですね。この海辺ややこしいんですよ。忠岡もまあちっちゃいんですけども、泉大津市でも岸和田市でもないっていうことで、エリアが変わるんですけど、この先もね、泉大津でも堺でもないっていう、高石市っていうのがあるんですけどね。高石市もそんなに大きな町じゃなかったと思います。はい、泉大津パーキングエリア、泉大津出口、あと泉大津は入り口もあったかな。この先合流があります。注意してください。はい、泉大津のパーキングエリア、上下2段になってまして、上の段が大型トラックとかを止めるところ、下の段屋根があるというふうに言うのかな、1階下がりますと乗用車を置くエリアになってます。で、皆様にお願いがあるんですが、乗用車の方はちょっと面倒くさがらずに、ちゃんと乗用車用の駐車場をご利用ください。下に降りるのがめんどくさいかなんかわからないけれども、乗用車を大型トラックの駐車スペースに止められる方かなり多いんですよ。それ大変マナーの悪いことです。大型トラックの運転手さんとかが遠方からやってきて、休憩しようっていう時にトイレに行くんか、その食事を取るんか、出るんかちょっと分かりませんけれども、あ、すいません、まずお伝えします。11時53分泉大津インター入り口です。泉大津インター入り口、はい、もう間もなくこの助松ジャンクションがあります。助松ジャンクションは堺仙北有料道路と接続しております。間もなく運行を右方向です。はい、続きです。泉大津パーキングエリアね、かなり乗用車を大型トラックのレーンに止められて、大型トラックで休憩しようかなと思っても満車となってて入れないことが結構あるんですよ。で、休憩取れずにそのままもう疲れ切っとっても、ね、止めるとこないんやったら行かなしゃあないですからね。はい、すいません、助松ジャンクション、助松ジャンクション、これ左上がっていきますと、一般道国道26号に降りる方と堺仙北有料道路という方に分岐します。助松ジャンクションです。この左からの合流はその助松ジャンクション、堺仙北有料道路の方から来る道路になっております。入り口になっております。11時55分です。ちょっと区間が短すぎてね、なかなか説明できないんでごめんなさいね、ごちゃごちゃ言いまして、とりあえず泉大津のパーキングエリアはマナーが悪いっていうのが、まあもう行くたんびにね、乗用車止めてなかったら大型止めれんのになと思いながら、止めるとこないわって泣きながら出ていかないかみたいな、もう眠たくてたまらんから休憩したいんやけどなみたいな、およそ止めるところがないからと、ね、通路塞いで止めるわけにいかんから出ていかなしゃあないでしょう。そういうことになるので、大型トラックを乗用車用のところに止めるっていうわけにいかないので、
すいませんけれども、乗用車用の方に止めていただけませんか。乗用車用の方が空車になってて、大型トラックの方が満車と書いてあるにもかかわらず、乗用車をね、大型トラックのところに、ね、止められる方かなりおるんですよ。ご協力ください。はい、まもなく高石出口です。高石出口、はい。そして私の動画もこの辺で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。11時56分、高石の出口です。まっすぐ行くと本線料金所。ありがとうございました。